イスラームの陶芸では、イスラーム文化圏における陶芸について解説する。カリュードたちが描かれた8。北西イラン、12-13世紀、ルーブル美術館像陶芸は、偶像崇拝につながるものを厳しく制限する。イスラームの美術においては、すべての時代、地域を通じて、最も有力な芸術分野の一つであった。イスラームの陶芸は、複雑な分野であり、 絶えず変化してきた。陶芸は、火の芸術の中の一つであり、二つの領域に、大別される。一つは食器などのように成形される作品であり、もう一つは、全体で、壁の外装となるここのタイルである。本質的に両者は、技法や、作り手、モチーフにおいて、互いに結びついている。イスラームの陶芸の研究には、様々な資料が用いられる。 ありふれた雑器から、もっぱら王孔貴剣が使用する品々に至るまで、その品質には、幅があるだけに、イスラームの精神世界における陶芸の地位を明らかに、するのは、必ずしも容易ではない。最も高価で洗練された作品は、宮廷向けの写真品としての役割を担っていたことは、明らかであり、必ずしも、実用的なものではなかった。陶芸は、 工房単位でなされる工芸であったため、投稿たちの名前は知られず、作品には署名がされないことがほとんどであった。その代わり、工房の印がいくつか知られている。陶器は輸出されることが多く、時には高級品もしくは何かの容器として極めて遠くまで運ばれることもあったため、産地もまた不明確となっていることが多い。信頼できる資料に記載されている場合、 もしくは釜が発見され、その中に焼き損じや成形ないし成形の道具などが発見された際の考古学的交渉によってしか産地を確定させることができないのである。この節ではイスラームにおける陶器の製法を解説する。態度態度粘土質の態度による陶器。11世紀、スンサ、イラン系土質の態度による陶器。12世紀、テルミニス、シリアともに、 ルーブル美術館像態度には大きく分けて2種類が存在する。粘土質のものと軽度質のものである。10から11世紀には軽度質の態度を得ようと努力して粘土、軽度混合の陶器も作られた。19世紀以降はイランとトルコで磁器も見られるようになった。スリップスリップは白、黒、赤、緑、木などの様々な色を持つ。 酸化物を混合した薄めた粘土である。これにより本体の血管や態度の色を覆い隠し、また10世紀のイラン東部で見られた優化スリップ彩りの陶器のような装飾も行うことができる。一般にスリップは態度と上薬の間の層を形成する。スリップは一般に粘土質であるが、オスマン帝国のイズニク産の陶器のように 軽度質の場合もある。悠々は焼く前に態度もしくは、スリップの上に塗られるそうであり、防水を施しまた装飾にも利用される。刷毛で塗るほか、垂らしたり浸したりして施すこともできる。悠の素性はガラスに近い。用いられる洋質によって、鉛理油とアルカリ油の2種に代別できる。不透明にするために、酸化鈴を加えることが多いが、 酸化アンチモンが用いられることもある。着色料として金属の酸化物が用いられることがある。ポットを製作する現代も6個の投稿造形作品の造形は以下の3つの方法で行われる。これらの技法は組み合わせて用いられることも多い。大部分を型で造形し、そこにろくろで作った足や骨で作った取っ手などを取り付けたりするのである。これらの部品は 薄めて液状にした粘土であるスリップを用いて結合される。装飾技法浮き彫り彫り込みにより装飾された無勇の鍋。シリア、10世紀。ルーブル美術館、マオ279無勇の陶器は、考古学の発掘現場で最も多く見出されるもので、あらゆる時代のものが混ざっている。装飾は荒削りなものであることが多いが、 非常に洗練された装飾が施されている場合もある。そうしたものでは、肩取り、肩押し、切除、あるいはスリップによるモチーフの病室といった方法が用いられる。こうした宣告、肩取り、掘り込み、切除などの凹凸による戯れは単色もしくは、多色の上薬が施された陶器においても見られる。友情彩りスラームにおけるファイアンスは、 ヨーロッパのそれと同じものではない。アッパース調のイラクで9世紀に発明された、この技法は、粘土質の態度に不透明の上薬を施し、その上に、金属の酸化物で装飾を描くというものである。最もよく、使われた色は、コバルトの青であったが、銅の緑、マンガンの褐色、アンチモンの黄色など他の色も存在した。どちらも、友情彩りである。 セルジューク朝以後のハフトランギと、モンゴル支配下のラージュバルディーナ彩りでは、確信があった。焼く回数を増やし、いずれも酸化焼成であるが、代わりに温度を下げてゆく、商品によって、より熱に弱い色も焼くことが可能になり、赤、白、黒、金、緑、褐色、青、紫などの幅広い色を得ることが可能になった。ラスターアヤの8。イランのスーサ。 10世紀。ルーブル美術館像、ラスターアヤは、イスラームの陶芸に、特有の技法の一つであり、ヨーロッパでは14世紀になるまで取り入れられなかった。おそらく9世紀のイラクで発明された、このファイアンスでは、一度目は酸化焼成二度目はより、低温で、還元焼成の二度焼きを行う。酸化物は還元されて、有内部で白膜を形成し、 これにより、金属光沢でモチーフを描き出すことが可能となり、そのため、ラスターアヤと呼ばれている。有ーカイロドリ黒色の有ーカイロドリの技法は12世紀以前にも存在していたが、12世紀以降に新しい色を利用可能とする焼きの技法の改良により、大きく発展した。16世紀の伊豆肉陶器によりこの技法は頂点に達した。 左右による装飾左右を複数平地し、マンガンの黒い線で分かち混合を防ぐ技法は、クエルダセカと呼ばれる。この技法は、スペインとサファビー朝以降のイランで、特によく用いられた。U の流れによる装飾にも着色された上薬が、用いられ、ラカビと呼ばれる、宣告や浮き彫りにより、流れの範囲を限定する技法も行われた。小生三佐型浜。 スペイン、マラガのアルカサバのもの小生は、作品の製品の鍵を握る、一つの陶器が、完成されるデリケートな瞬間である。小生が行われる釜の種類は地域によって、大きく異なる。小生の温度、回数、種別は用いられる技法によって決定される。作品は、釜入れ棒にかけてもしくは乗せて、釜に収められ、あるいは、粘土の浜で仕切るなどして、 釜に詰め込まれる。三叉型浜は陶器同士が接触したり、優が流れて、くっついたりするのを防ぐもので、使い捨てであった。この節では、イスラームの陶芸を年代順に解説する。葡萄の枝とザクロの模様とアラビア文字の名文がある、型により装飾を施された、粘土質の陶器。七から八世紀、スーサ。ルーブル美術館像。 馬山町時代では、粘土質の態度のみが知られており、先立つパルティア、サンサーアンアサ、東ローマ帝国に、すでに存在していた、技法、装飾、機形が使い続けられていた。このため年代の特定には、数々の問題があり、スーサで発見された、無勇の陶器のように正確な年代を決定できない、ことがしばしばである。スーサの例では水差し、ワン、 カメ、ランプなど様々な形の、大概は無勇で、品質に大きなばらつきのある品々が見られる。細かく均質な態度により、乱獲陶器のような、優れた陶器が作られることもあり、ルーブル美術館に所蔵されている、小さなワはその最も重要な代表例である。そのブドウの枝模様の装飾は、古代の地中海を想起させるものである。 他の陶器からは、翼のようなよりサーサーン調的な要素も見出される。U の使用は、サーサーン調時代にはすでに知られていた。よって、ウマイヤ蝶の陶器の中には青、緑、黄色で覆われたものもあり、イラクのバスラで発見された、型により成形され緑の上薬がかけられ、取っ手の端は枯らしい色をしている亀はその例である。型で作られ生有された皿。 イラク、旧世紀。フリーア美術館ゾームユ由の素焼きや、片押ししせ有した陶器の生産は、アッパース朝時代の初期にもまだ盛んに行われており、片押ししせ有した陶器は、成形に金型を用いる場合も多かったようである。旧世紀には、ファイアンスとラスターアヤという二つの大きく、後々まで続く革新があった。旧世紀の歴史家アルヤークービーを信じるなら、 イラクのクーファ、バスラ、サー・ア・マラーに、ラスター彩り生産の中心地があった。その他にバグダードと、スーサにも投稿がいたのではないかと推測されている。初期のファイアンス青と緑で装飾されたファイアンスの鉢。9世紀、イラク。ルーブル美術館像ファイアンスは、青と白の装飾を実現するために用いられることが、最も多く、植物もみを、 幾何学文様、文字文様が施されていた。青緑、緑、褐色、紫色などの作例もあり、コバルトによる青と共に用いられることが多かった。水差しの破片。8から9世紀、スーサ。ルーブル美術館像この技法は開いた器形で、用いられることが多かったが、スーサの水差しの破片に見られるように閉じた器形のものも、存在する。 三つの足のあるザクロモニオの皿のように中国の陶芸に影響を受けた奇形も見られ、この皿のようなコバルトが上薬に溶けて若干ぼやけた装飾は同時代の作品の多くに見られる。イラクのファイアンスはアッパース町の他の地域、とりわけマグリブとイラン東部でも盛んに模倣された。こうした模倣作品では緑と紫が 典型的な彩色であった。ラスターアヤファイアンスが器などにのみ用いられた一方で、ラスターアヤの方は9から10世紀には建物のタイルにも用いられた。知られている、最も結出した例の一つは、チュニジアのカイラワーンの大モスクの139枚のラスターアヤタイルからなる装飾であるイラクのサーマラーの発掘現場からも建築でのラスターアヤの 使用例が発見されている。様式化された花束の文様の鉢。粘土質態度で、不透明の友情に、多色のラスターアヤによる装飾が施されている。9世紀、イラク。ルーブル美術館造庫の時代のラスターアヤの作品には、多色のものと単色のものがあり、多色のものは、より稀まれであるが、矛盾したことに、単色のものよりも早くから作られていたようである。 多彩優陶器多彩優陶器の八粘土質の態度にスリップを施し、夕食の透明優のもとに、戦国の装飾。10から11世紀、甲羅山もしくはトランスオクシアナ。ルーブル美術館像9世紀末から10世紀にかけて、時折用いられた装飾技法がもう一つある。多彩優陶器、多彩優国旋文陶器、流し込み陶器。 スプラッシュウェアなどと呼ばれるもので、雄の流れを生かした中国の陶器である陶の山菜と類似しているが、別々に発展したものと考えられている。茶、木、緑などの異なった色の上薬が裸もしくはスリップを施した態度の上で垂れるようにされ、もしくは振りかけられる。この技法はイスラーム世界の東側で特によく知られていたが、 また、エジプトでも発展していたようである。戦国やシャンルベと共に用いられることが多く、この技法は、後の時代に、イスラーム世界の広範囲で、大きな成功を収めることになる。動物の頭を持つ水差し。粘土性、戦国とシャンルベで装飾され、スリップと夕食の透明油が施されている。イラン、ザンジャーン、ガルス地方。 12から13世紀。ルーブル美術館像10から13世紀には、スリップによる装飾が出現、発展を見せた。イランが中心であったが、イスラーム世界の他地域でも同様であった。スリップにモチーフを刻む、ズグラフィーとスリップの一部を除去して、態度の色を出す、シャンルベ、ユーカでのスリップの上のスリップなど、様々な技法が用いられた。 投稿たちはファイアンスを模倣しようとすることが多く、動物の頭を持つ水差しに見られるようにシャンルベやズグラフィートの技法を、夕食の上薬の流れの技法と組み合わせることも、時折あった。しかしながら、イランのガルス地方で発見された陶器では、こうした技法で露出されたのは、態度ではなく、白のスリップの下にある黒の第二のスリップの、層であった。 鳥の描かれた蜂。軽度質の態度に、ラスター・アヤ。イラン、12世紀末。ルーブル美術館像また11世紀には、軽度質の態度の出現による、新たな大変革も起こった。この態度は、ファーティマ朝のエジプトもしくは、セルジューク朝のイランで発見、もしくは再発見されたものと思われる。この態度の使用は、陶芸の大中心地のみでの、 極めて贅沢な陶器のためだけに限られていた。カオリンがイスラーム世界では入手できなかったにもかかわらず、中国の時期を模倣しようとした努力の結果、この白く薄く非常に硬い素材にたどり着いたものと考えられる。ホタルでの装飾のあるバチ、軽度質の態度。イラン、十二世紀。ルーブル美術館像、軽度質の態度による陶器に用いられた。 装飾の技法は無数にある。一般に態度の色を生かすために透明な上薬が用いられ、また材質の硬さのためにろくろではなく型によって成形された。小さな穴や刻んだ名分などを持つこともあった。ほとんど目に見えない隠し装飾が施されることもあった。ミーマーイーもしくはハフトランギでは商品による装飾技法が用いられる。 これは、セルジューク朝のイランに、特有の産品であり、年代のわかる名は1186から1242年の、ものがある。その生産の中心地はカーシャーンであったが、例でも生産が行われていた可能性がある。複雑な工程のため極めて高価なものであった。軽度質の態度はまず湯を施して、高温で焼かれ、それから、色が置かれる。 基礎となる色は7つある。赤、白、黒、および金は安定しており、有点はおよそ摂氏1063度である。緑、褐色、青は不安定で、このために様々な色合いを持ち得る。二度目の焼きは摂氏600度前後で酸化環境にて行われ、各作品は箱に入れて隔離しておかねばならない。この時に、 投稿は温度を調整することで色合いにニュアンスを与えることができる。ただし、高すぎあるいは低すぎる温度は、釜の作品すべてにとって致命的となってしまう恐れがある。バフラーム・グールとアーザーデの8。軽度質の態度に、ハフト・ランギ。イラン、12-13世紀。メトロポリタン美術肝臓極度の洗練により、 ラスターアヤとハフトランギの技法が組み合わされるところにまで至り、この場合には少なくとも3度の調整が必要となる。一度目は態度という及び場合によっては安定した色を焼き、二度目では環境を変え、ラスター彩りを焼き、三度目に色を焼くのである。ハフトランギはまた同時代の絵画から撮ったものではないかと思われる、精緻な装飾も特徴となっている。 非常に説明的な場合もある、文学を想起させうる、具象的な場面が描かれており、例えばメトロポリタン美術館像のバフラームグールとアーザーデの蜂は、フェルドースイーのシャーナーメもしくはニザーミーのハムサに言及しているものと思われる。極めて希少であったハフトランギの生産は、モンゴルの信仰により突然途絶えてしまう。将軍の技法の方は、 ラージュバルディーナとして継続されることとなる。また、シリアでは、新しい装飾の形が誕生した。透明な上薬の下の着彩で、使用する、色の数は少ないが、一度だけで焼くことができ、その分だけ、失敗の可能性を減らすことができた。態度は、粘土質、軽度質の両方が用いられたが、特に、セルジューク朝のアナトリアでは、 軽度質のものが用いられた。ラクダが描かれた星型のタイル。軽度質の態度。不透明の上薬の上に、ラスターあや、円には、コバルトのハイライトが施されている。イラン、13世紀。ルーブル美術館像、ラージュバルディーナは、モンゴル支配下において、商粉の技法が定着したものである。この語はペルシア語で、 ラピスラズリを意味し、ラピスラズリを含む非常に鮮やかな青の釉薬が用いられることから来ている。この技法はアブルカシムの記事で私服を咲いて記述されているが、13世紀の終わりから14世紀までの間にのみ、主にカーシャーンにおいて用いられたものである。用いられる色数はハフトランギよりも少ない。青、白、赤及び金のみであるが、 友情にも再色され、二度目の焼成で低温で焼かれた。金色も低温で再色されることがあった。具象的な人物像などの装飾は見られなくなった。ラスターアヤの革新はモンゴル支配下においても見られた。コバルトブルーを呼び、もしくはターコイズによるハイライトが用いられるようになり、また型取りし、ラスター彩りを施したタイルも出現した。 ラスターアヤは建築装飾に非常に頻繁に用いられ、器の方では、スルターナバードアヤと呼ばれる、U の上下にスリップを施した装飾が用いられた。小川のほとりの人々が描かれた、クエルダセカによる陶器のパネル。イラン、18世紀14世紀には、西方で、クエルダセカの技法も開花した。これはスペイン語で、乾いた紐を意味し、 黒い素材によるある種の仕切りを紐を補助的に用いておくことによって陶工たちが複数の色を分離したことからこう呼ばれる。焼成の際にはこの素材は燃えてしまい黒い痕跡が残るのみとなる。イスタンブールのシミリキオスクで用いられたこの技法はサファビー町の建築装飾においてもよく見出される。陶芸によるモザイク装飾は ルームセルジューク朝の作例があるので14世紀より、やや前に発明されたものと思われる。しかしながら、モザイク装飾が繁栄を見るのは15世紀、ティムール町においてであった。投稿たちは違った色の声ルタイルを必要な形に切り取り、それらを漆喰の中で組み合わせて、モザイクを作り出した。ティムール朝では、柱や、 ミフラーブなどに彫刻を施した焼き物が用いられることも時折あった。イズニクの水差し。軽度質の態度、スリップの上に装飾を描き透明油が施されている。1560から1570年頃。ルーブル美術館像ムガル帝国では陶芸が衰退した一方で、オスマン帝国ではイズニク陶器が出現した。態度は軽度質であったが、 焼成温度を下げ燃料を節約するために、鉛が混合された。また、これらの陶器は、態度と同じ素性のスリップで覆われた。これは、初の軽度質のスリップである。無色の上薬の下に装飾が描かれ、一度だけで、焼成される。初期には、青が用いられ、それから青緑、緑、ピンク、灰、黒、紫、褐色なども現れるようになっていった。 しかしながら、伊豆肉の陶器を有名にしたのは酸化鉄によって実現されたトマトのような赤であった。ペルシア人による自治を回復したサファビー町では美術が再興し、シャアたちの求めにより中国の時期の再現が再び試みられたが実らなかった。この時代に特徴的な陶器として伊豆肉陶器に様式的には類似した優価再陶器である。 クバチ陶器があった。ダゲスタンのクバチ地方で多くが発見されたために、この名があるが、生産はタブリーズ周辺で行われていたとみられる。イスラーム世界における様々な時代や文化を通じて、陶芸の人気は常に際立ったものであった。労働社会級において陶器は常に実用的なもので、あり続けた一方で、その今に伝わる。 最も美しい作品は単なる職人仕事の域を超えた芸術の域にまで疑いなく達している。技法の多様性と洗練により様々な時として見事な作品が生み出され、イスラーム美術全体の中でも傑作となっているものもある。ありがとうございます。